最近ミュージック、最近 TV を撮る。はい、皆さんこんにちは。最近 TV の最近です。今日はね、オムライスを作ろうと思うんですけれど、普通のオムライスではありません。今ネットで話題の柄付きのオムライス、これに挑戦してみたいと思います。まあね、うまくできるか分かりませんが、見よう見まねで頑張ります。じゃあ早速作ります。ファイユー。じゃあまずは薄焼き卵を作ります。いくぞ。よし、ここでこの手形を使います。よし、いくぞ。はい、うまくいくかわかりません。これで型抜けるかな。これやばい、熱が伝わってきて超熱いぞこれちょっと待って、熱っ。あ、だいぶ取れてんじゃない、これ。ほいほいほい、よし、おお、いいね。よし、もう一箇所行こう。よし、これで一旦型をどかして、あ、いい感じだね、いい感じだね。ほい、もう一箇所行こう。よし、うぅ、オッケー、バッチリですね。はい、ちなみに抜いた方がこっちですなんか不思議な光景だな。で、ここでこれの登場です。これね、卵の白身です。これを流し込んでいきます。さあ、うまくいくか、やってみます。この手のね、型の中に流し込んでいく。はい、白身流し込み終わりました。ここで再度火をつけます。ファイヤー2。よーし、あとは盛り付けだ。よし、うわはい、なんとかできました。手形オムライスの完成です。完全これお化けみたいになりましたね。顔みたいになっちゃって。ちなみに下はチキンライスです。よし、バッチリできたので早速食べましょうかね。こんなオムライス見たことないよね。手からいただきましょうか。うん、うん、うん、味はバッチリ。はい、見た目も抜群、味も抜群、非常に美味しいオムライスでした。それにしても思うんですけど、卵ってアイディア次第で何でもできますよね。で、例えばね、別に今回手形でやりましたけど、何の型でもできますね、これは。うん、だからいろんな好きな型でやったら、すごい可愛い料理ができるんじゃないかなと思います。ぜひ挑戦してみてください。まあ、ありますね。うん、毎日動画出してるとどうしても被ることもありますよ。で、僕とヒカキンの場合は、あれ買ってやったのにやりやがったみたいのは結構あります。そういう時はね、まあできないんですけどね。まあ、しょうがないってことですよ。それではまた次回の最近 TV でお会いしましょう。 See you next time。セイキン TV チャンネル登録してね。僕のゲーム実況チャンネルセイキンゲームズ、そして随時最新情報を更新しているセイキンの Twitter、 動画概要欄にそれぞれのリンクがあります。お気軽にチャンネル登録、フォローをしてみてください。